中に入ると薬の嫌な匂い、子供の泣き叫ぶ声が地獄から聞こえてくる。椅子が倒れると悪魔のような歯医者が微笑む。ドリルだよ、麻酔だよ、さあ行きますよ。痛かったら右手を上げてくださいと医者は言ったが、手を上げたらこう言われた、男なら我慢しろ。うわあこりゃひどい、神経抜くとこの歯は無理だな。ドキドキちゃい、ペンチを使って力任せに、麻酔もかけずに焼き引っこ抜け、おっと血が出た、これくらいにほっとけなおるま。それじゃあうがいして歯の型取るからね。美人のお姉さんが口の中に指を入れてきたので舐めてみたら、大きびんたが取る。痛さで涙がちょちょぎれる。唾がたまんとお姉さんが吸引器で吸い込むけど、押しつけすぎて口から血が滲む。ごめんごめん、痛かったね、薬塗るよ、我慢してね。ベロに薬がついてしびれるよ。今日の治療はこれでおしまいだけどね、今度は来週火曜日においでね。麻酔が切れたら口に入れて、こういうな気持ちの配達をしてません。Yeah.